めちゃめちゃしっとりです。うん、ぜひこの胸肉の調理の仕方真似してみてください。鶏胸肉のニンニクレモンクリーム煮をご紹介いたします。フランス語でプレクレムアライユエシトン、シトンというのはレモンですね。でアライユというのはニンニクです。クレムというのは生クリームを入れたという意味です。いうお料理ですけど、皆様から鶏の胸肉ねの火 ね、 火の入れ方が非常にすぐパサつついてしまうということで、パサつかない、フランスはもう胸肉、フランスはどっちかというと、日本はももは焼き鳥とかね好きですけど、フランスの方はどっちかというとこの胸肉を、好みます。材料です。まずスタッフが買ってきた、国内産若鶏256円でございます。そしてバター、ニンニクのみじん切り、玉ねぎの薄切り、そんな、気持ち厚めの薄切りです。あと生クリーム、仕上げのパセリのみじん切り、あとレモンですね、小さければ大きければ半分、これだったら1個ぐらいで結構です。でまずですね、ポイントはこの鶏肉ですね。皆さんね、鶏肉をこういう今日はこれ皮をつけて焼くんですけど、こうやってちょっと余計な皮はちょっと取っていただいて、あとこれちょっと赤いところもね、はい、そしてこれちょっと筋とかね、こうやってこっち先っぽは薄くてこっちの元はちょっと厚いので、ここがまずちょっと筋が、これあんまり筋がついてないので、ちょっとこの赤いところも、よいしょ。はい、この、まず最初はですね、この、できるだけこの厚さ、ね、我々は肉たたきってプロが使うのがあるんですけど、ご家庭ではこういう瓶、サランダップを。で、この薄さに合わせて、こっち側のね、なるだけこう、もうこれ皆さん瓶の重さだけで、あんま叩くと、バラバラになっちゃいますんで、こうやってちょっと、ね、なるだけ平均に、優しく。そして、軽く塩コショウ、白いコショウです。白身ですからね、優しく。そして、小麦粉をつけておきます。この小麦粉はこうバターで炒めるとね、当然香ばしくなりますし、ね、こうやってなるだけ、ね、なるだけこう平均になるようにしておきます。はい、それでは調理します。それではまず中火の強火です。そしてバターを分量のバターの半分使います。これもしバターのね心配でしたら、ちょっとオリーブオイルを一緒に入れたら我々は慣れてるので、はい、ちょっとこのバターを使うときはムース状になって、ちょっと、色が薄い茶色になったら皮の方から入れます。はい、見てください皆さんね、ムース状になります。これ強火ですとすぐ焦げちゃいますから、中火の強火です。
はい、これ、ね、待つのは大事です。そして気持ち色がついてきましたら、皮面の方から焼き上げます。はい、これじっくりと焼き上げます。はい、中火の強火で、皮面をカリッと焼き上げます。まず、まず第一ポイントとしては、パサパサにならない、強火で、あまり強火で焼かないということですね。中火の、弱火ですと香ばしさが出ませんけど、まずは強火で焼かない、中火の強火ぐらいですね。がポイントです。はい、皮面が焼き色つきましたらひっくり返します。はい、見てください、これぐらいですね。で、ここでもじっくりと、こうなったら、中火にしてください。中火にしましたら、よくフライパンをかしげて、こうやってこれアロゼね、これはもうフランスのシェフは必ずこうやって上からかけて、今若干火を弱めました。油を、はい、ちょっと反対側見てみますね。もう気持ちですね。もう気持ち、焼き色がつきましたら、これをですね、ここ第二ポイント。ずっとフライパンの中に入れておくと、ね、火がどんどん入ってパサパサになりますので、ほら、見てください。これぐらいですね。そうしましたら、はい、一度、よろしいですか、一度、揚げて、このフライパンですかさず玉ねぎを炒めます。そして残りのバターも入れます。これ今中火です。生クリームを入れるので、あまり色はつけません。あまり茶色くしちゃうと生クリームと喧嘩してしまいますので、気持ち白っぽいレシピなので、こうやって玉ねぎを、この鶏肉で焼いたフライパンを使うっていうのが味噌です。そうするとこの玉ねぎに鶏の香りがついて非常に美味しくなります。はい、そうしましたら、ニンニクのみじん切り、ニンニクのみじん切りはここで入れます。最初から入れちゃうとすぐみじん切りは焦げてしまうので、ね、ずっと中火です。はい、皆さんよろしいですか。で、これぐらいね、あんまりまだシャキッと玉ねぎが残ってる時に、この鶏肉を戻します。玉ねぎの中に、そしてすかさず生クリームを入れます。はい、これ中火です。で、ここで、よろしいですか、ここで、ね、これ、あんまり焼き色つけると、白いのが茶色になっちゃいますけど、これは白い、ソース。で、ここで、弱火にします。中火から弱火。そして、ここで、こうやって、鶏肉に、火をと、ゆっくり。ね、これで、もし
煮詰まるようであればお水を足してください。まだ、はい、その間にレモン汁を絞っておきます。小さいレモンであれば1個、大きいのであれば半分でいくということです。はい、ちょっとお水を用意します。まあ、8分ぐらいなので、まあ、大体7割ぐらい火が通っております。はい、お水を入れてあげて、また先ほどぐらいまで煮詰めていきます。ちょっとこれ2人前なんですけど、ちょっと鶏が大きかったので、こうやって、まあ約10分ぐらいですね。これでこうね、見てお分かりになると思うんですが、もうちょっとチューブに戻します。こうやって柔らかい火加減で、これ強火でやっちゃいますと本当にパサパサになってしまいますので、だいたいさっきの煮詰まりぐらいまでなったらだいたい火が通っております。こうやって上からね、こうかけてあげて、これもまあアロゼっていうんですけど、で玉ねぎがこうちょっと白っぽく揚がるように、茶色いソースは色をつけちゃうんですけど、こういう白っぽく揚げたいときは、はい、だいたい10分で、はい、弱火に戻します。これだと 12,3 分ですかね。はい、これで、はい、はい、だいぶね煮詰まりました。ここで先ほどのレモン汁、そして仕上げのパセリ、そして煮詰めて盛り付けに入ります。大体12分ですね。2人前ですと結構。熱いです。はい、見てください、ほらね、ちょうどバッチリな、12分ぐらいですね。これともしっとり上がっております。はい、下の玉ねぎをたっぷり、おソースもね、これぐらい玉ねぎも、まあ、これ2人前なので、はい、これで出来上がりです。はい、皆さん見てくださいね。ね、ポイント、中火弱火でじっくり、これ 12,3 分で火が通っても、見てください、この火の通り方、こうしますと絶対にパサつかつきませんので、よいしょ、玉ねぎもたっぷりね、
いただきます。うん、しっとり。最後のあのレモンが非常に効いております。うん、中火と弱火と、あとは煮込むときにあのずっとお鍋に入れないで一回こう出してあげて、でその汁でゆっくりこうアロゼして火を入れる。でソースもこのこれぐらいですね、あの煮詰まるぐらい、水を入れてもこれぐらい、あの煮詰まりぐらいに戻してあげると全然あの水っぽくないので、うん、一番最初食べた時は端っこでしたから、もう この辺はもうめちゃめちゃしっとりです。うん、グレッ。ぜひこの胸肉の調理の仕方真似してみてください。今日合わすワインはフランスブルゴーニュグレ・クレッセ・グレイユ・グイニュシャルドネでございます。発音が難しかったです。うん、あ、ほのかなレモンのちょうどあの上のちょっとあの皮の部分の香りがします。このレシピ最高です。いや皆さんめちゃくちゃやばいです、やばいです、めちゃめちゃ美味しいです。めちゃめちゃしっとりです。どうぞ。胸肉の火の通し方のテクニック真似てみてください。どうぞ。